すべては5月17日からです。はい、こんにちは。マルチインカムサラリーマンの八野誠でございます。このチャンネルでは毎日 TCG アジアについての情報を発信しています。世界のニュースや SNS 投稿などから TCG アジアの情報をピックアップしてお届けしています。TCG アジアの会員さんやこれから会員になろうと検討している方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。はい、ということでですね、今回は、タトさん、ね、タトシリダレンヨさんが10月の25日に釈放されて、まあ、それからね2週間以上経ちましたけれども、初期に投資した方、ね、オールドメンバーと言われている方が、まあ、出金されてなという問題について、未だに会社から公式のねアナウンスが出ていないということに対して結構 SNS で盛り上がってますので、そちらのね中から一部を、共有したいと思います。はい、でですね、こちらなんですけど、信頼できる情報源によると、タトはまだ、ウィズドローを覚えて支払いますと。ダレンが刑務所から釈放されたことを望んでいます。それをすべて良くするために何をすべきか、忍耐強く、私はそれが好きだ、非常によく設立されセンスが良い論理、これは私が聞きたいことです。交換、しかし制限があります。経験から学ぶ、心配しているのはダレンの労働者で、よくも賢明であり賢明でもありません。うまくいけばダレンはそれを扱うことができます。キャストできます。ビストローの半分の液体、より安全、将来何が起こったのかを予測することはできません。今ダレンは会社にいます。彼は再び歩きたい、人々を落ち着かせます。私たちの一体感のために全てを整えてください。彼らが早く早く動くことを願っています。そして一緒に結果という感じで、これはですね、まあ、ちょっとね、翻訳がおかしくなってますけど、まあ、雰囲気は伝わってくると思います。結構ね、皆さん、ダレン・ヨーさんがね、釈放されるのをすごくやっぱり待ち望んでいて、釈放されたんでね、彼のね、持っている口座、ね、凍結された口座が、回答されるので、そうするとね、資金が使えるので、初期に投資してた人たちがちゃんと出金されるというストーリーを皆さん期待しているので、本当にね、釈放されたのでもう今か今かと待ち望んでるような感じです。はい、でもう一つですね、こちら、皆さん全員順番に、全員に順番にもう一度思い出させてください。会社は両替商を非難した。あらゆる種類の理由でそれらを非難し続けた。投資家が引き出しに支援を提供する場合、口座が凍結されて回復できないという新しいストーリーと理由。投資家はその後アカウントが取引を続けることができるか、液体プロバイダーが凍結されたアカウントが取引を続けることを許可する新しい理由を疑問視しました。投資家が TCG のホームチームがダレンにリリースペーパーへの書面を許可できるかどうか尋ねたところ、カンボジア当局がアカウントを凍結した新しいストーリー。その後、より多くの投資家の信頼を得るために、レイ・オングは口座に10億米ドルを注入するつもりであるというスピーチを行いました。そして再びそれは実現しませんでした。その後、会社は 50-50 が新しいソリューションであると判断し、古い投資家がランダムに支払われる方法を示す特別なグループを設置しました。そして日付までそれは300人以上のメンバーだけが古いメンバーの6つの数字から支払われていることを示します。今ダレンは出ています。特別な発表は行われていません。私たちは待っています、ということでですね、ちょっとね、この方の投稿は若干こう皮肉っていうか批判的な内容も含んでいて、まあいろいろね、出勤されないことについて、こうね、タトが逮捕されたと、逮捕されたから彼の口座が凍結されて、
出勤されないんだよみたいな、それがまあね、あの一連の作り話だみたいなことを言っています。で、レイオウムっていうのは、インドネシアの担当でしたかね、そのダレンの、ね、タレン容疑が逮捕されて、でその下にこうナンバー2と言われている人が2人いるんですけど、それが、レイ・ヨングっていう人と、あともう一人が、名前忘れたんですけどね、もう一人いる、はい、ね、はい、でそのうち そのレイ・ヨングさんっていうのは、インドネシアの、そのね、出勤できない人たちの面倒を見てるっていうことで、まあなんかね、10億米ドル、資材を投入するみたいなことを言ってたんですけど、それが叶わなかったみたいな話ですね。あとその50-50って言ってるのは、その出勤できない古いオールドメンバーって言われている人たちが、新しいアカウントを作って、でそこに資金を移動させることで、出勤を早くするっていうなんか仕組みが、ね、あるみたいです。で多分日本の人は関係ないと思うんですけども、インドネシア その初期の人たちはこうやって資金を新しいアカウントに作って移動させることで、出勤できている人が、まあ、何人かはいるみたいです。ただその、新しいアカウントを作るときに結局なんか、入金しなきゃいけないみたいな話もあるような感じで、ちょっとその辺ね、詳しくわからないんですけれども、なんかその辺でね、結局なんかお金を、なんでお金を回収するのにまたお金を出さなきゃいけないんだみたいな話があったりなかったりっていうようなことですね。はい。という感じで、結構ね、ダレン・ヨウさんがもう出てるんで、ね、早く、とにかくアナウンスしてくれよと、ね、私たちは待ってますということを訴えてます。はい。で、最後なんですけれども、こちらはですね、こちらもちょっとね、期待がこうしすぎちゃって、かなりこう、ね、怒りに変わってるっていう感じですけれども、ここにはよく読まれてる人がいますが、50-50 の人ほど賢くはありませんね。50-50 で手続きをしてない人たちですね。しかし、会社が行った空の約束を全て覚えていないので、それを受け入れてください。ここには月餅フェスタ、GCG カードなど、会員が言ったことをすべて文書化した、アーケール、ちょっとよくわかんないですね、アーケールのようなものがあります。GCG を信頼していませんのリスト。これを読んでいる管理者は管理の一部であり、ここにはスパイの数が438人少なく、また400人以上のグループであり、まだ支払われていない私たちの忍耐は非常に薄く、ポールでもできるカットするということで、かなりね、この LINE じゃないか、SNS、テレグラムですね。テレグラムの中の、メンバー、昨日お伝えした例の、GCG アジアアンペイドインベスターズっていうところですね。そこの投稿なんですけれども、まあね、そこはアンペイドっていうくらいなので、出勤されてない人たちが、まあ、400人以上でグループを作って、まあ、まだかまだかと待っていますよと。でね、その月餅フェスタとか GCG カードとか、そういう新しい発表はあるけれども、結局ね、タトさんからの発表がないということに対して、まあ、かなり怒りを、ね、持って、早く何か情報をくれ、まあお金を返してくれっていうことですけどね。はい。ということでね、こんな感じで、未だにね、出勤されてない人たちっていうのが、まあ、特にインドネシアですかね、まあ、多いようなのでね、まあ、そういう世界ではそういうことも起こってるんだよということを共有しました。